おはようございます。前回どんな難病にも打ち勝てというタイトル名で、この YouTube にアップさせていただきました。石田浩二チャンネルこと石庵でいきます。実はこのチャンネルを上げることに、チャンネルというか動画を上げることに相当二の足を踏みました。ある人はですね、とにかく僕に勧めたもので、必ず綺麗に残りますよと。で、私も YouTube はいつも見てたんですけども、まさかこんなのを自分でやるとはですね、思いもしませんでした。とにかく、その人の勧めで2つ返事をしてしまいました。もちろん編集から何から全部していただいてるんです。何もわからないものでですね、自分の今まで生きたことで、こういった恐怖になったというか、パーキンソン病になったのですね、きっかけに、同じ病気の人たちも励みになるかもしれませんよということを言われたもんで、ついつい、清水の舞台バンディジャンプ飛べるような気持ちで、やってみようと決意しました。そして決意したところ、やってみましたところですね、開けてみると皆さんからの視聴回数ですか、それと熱いコメントいただきまして、もうびっくりしてですね、わあ、こんなにあるなら、ちょっと頑張ってみようかなという、自分のモチベーションも今上がりまして、そういうことで皆さんにお礼を申し上げておりますと思います。一番初めに言わなければならないと思いましたけども、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。前回、カラオケに挑戦ということでやりましたけども、今日もですね、大体普段からですね、朝起きて、私は実は20、40ですね、このパーキンソンの薬を飲んでおります。もちろんドパミンを出す薬だけ全部20、40というわけではありません。筋肉を和らげる薬とかですね、それに伴って便秘も副作用が起きますので、便秘もしないようにとか、陰も悪くならないようにとかですね、そういった薬を合わせて24錠飲んでおります。で、今朝は7錠ほど飲んで、もう約1時間ぐらい経っておりますので、大体30分ぐらいするか、このカラオケを毎朝歌ってたんですけども、これでスイッチが入るように仕組みが できておりました。私の体はで、今はもう本当絶好調ですね。震えもないし、ほとんど拳銃中と変わらないくらいに今調子いいんじゃないかと自分では思っております。これがいつスイッチが切れるかは分かりませんけども、パーキンソンの場合ですね、聞いたときに、聞かないときはオンオフというんですよね。電気ケーブルのようなオンオフで、表現してあります。で、また今日は孫たちがですね、好きな腹話術です。腹話術、私は小さい頃よくやってたんですけども、自分には6人孫がいますけども、みんな楽しんで、見ておりました。まあ騙すような風ですよね。一国道さんがやってるみたいに、あんな真似をしながら楽しませておりましたんで、ちょうどいい機会ですので、それを今日やってみたいと思います。
次回お楽しみに。